初代ウスター伯、チャールズ・サマセットは、イングランドの貴族、ボーフォート家の出身で、サマセット家の祖、サマセット公ヘンリー・ボーフォートとジョアンヒルの諸子である。1464年にバラ戦争におけるヘクサムの戦いに敗れた父が処刑されたとき、諸子だったチャールズは、サマセット行為を告げず、おじのエドムンドが継承した。チャールズは、 サマセット公くらいにちなみ加盟を改め、サマセット家を起こした。1471年におじも処刑され、暴と時は断絶した。しかし、1485年にまたいとこにあたるヘンリー七世が、即位すると、翌1486年にチャールズは、ヨーマン・オブ・ザ・ガード隊長に任命され、1496年に、ガーター勲章を授けられ、1508年に、 宮内長官にも任じられた。ヘンリー・パスセイにも徴用され、1514年にウスター伯に助舎、1520年に開かれた禁乱の陣の準備係を務めた。1526年に死去、息子のヘンリー・サマセットがウスター位を継承、子孫は暴法男となり、高位のイングランド貴族に列せられた。3回結婚して5人の子を設けた。最初の妻で、 ペンブルック博、ウィリアム・ハーバートの娘エリザベスとの間に二人の子を、設けた。ヘンリー・エリザベス、サージョン・サベージと結婚、ウィリアム・ブレレートンと、再婚二度目の妻でデラウォー男爵、トマス・ウェストの娘エリザベスと、再婚、三人の子を設けた。チャールズ・ジョージ・メアリー、グレード・ウィルトン男爵、ウィリアム・グレート結婚、ロバート・カレーと、 再婚三度目に二大サットン男爵エドワードサットンの娘エリナーと結婚したが、怖いなかった。ありがとうございます。